イエルク・フーベルト・モイテンは、ドイツの経済学者、政治家。バーデンビュルテンベルク州にある、ケール専門大学の国民経済学と、財政学担当教授である。ケール専門大学における経済、情報、社会科学学部の学部長でもある。イエルク・モイテンは2015年7月以降、ドイツのための選択肢投手の一人でもある。彼は、 バーデンビュルテンベルク州党代表の一人であり、2016年の衆議会選挙において、ドイツのための選択肢州首相候補でもあった。イエルクモイテンは、ノルトラインベストファーレン州の工業都市セ線の労働者外で育った。8平方メートルという大きな部屋を弟と一緒に分け与えられ育った。子供時代をとても素晴らしい時間だったと彼は、解雇しており。 家族の経済状況に関しても豊かではなかったが、決して貧しくはなかったと語っている。生徒として成績も良く、2点をよく取ったが、とりわけ数学に興味を持った。ローマカトリック教会に熱心に通ったのは初、生体配慮時までだった。その後、ヨーゼフ・ラッチンガーの進学書を読んで教会に戻っている。自身のローマカトリック教会への回帰を、 宗教的社会化と彼は言い表している。学校時代、進歩的な旧友たちを挑発的するかのように、彼は保守的な政治家、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスの味方をした。家族が転居したラインラントップ・ファルツ州で、モイテンはアビトゥアに合格した。モイテンはケルン大学のクラウス・マックシャイト教授の下で、教会税をテーマにした。 財政学の博士論文を1993年に執筆した。その後、彼はヘッセン州財政局において予算案作成に従事した。職場のヒエラルヒーに適用するのに難しく、ユーロで予算案を作成することも心よく思わなかったので、1997年にケール専門大学の管理部門に転職した。イエルクモイテンは既婚者であり、5人の子供がいる。 現在、カールスルーへで暮らしている。2013年ドイツ連邦議会選挙当日の夜、ギュンター・ヤウフが司会する番組に出演していた、ドイツのための選択肢投手、ベルント・ルッケの姿を見て、ドイツのための選択肢への入党を、モイテンは決断している。そのテレビ番組で、キリスト教民主同盟の政治家で、財務省のボルフガング・ショイブレが、ドイツのための選択肢投手、 ベルントルッケを見下して嘲笑したのである。財務省の嘲笑が権力者の傲慢さに思えて怒りが込み上げたからである。20代の終わりに自由民主党に入党していたが、彼はこのリベラル派政党から離党することを決断した。経済学者だったモイテンは政治的にはリベラルとみなされていた。しかしながら、社会政治的に彼は保守的見解も主張していた。 2013年11月、ドイツのための選択肢のバーデンビュルテンベルク州支部の役員、2015年1月には党の州支部副代表になり、2015年7月に党の州支部代表の一人になった。2014年10月以降、働きと義務と呼ばれる連邦党専門委員会の委員長である。加えて、彼は労働と社会と呼ばれる、 党州支部内専門委員会を設立して、2015年3月まで指導していた。2014年の欧州議会議員選挙に際して、比例リスト10番目の候補者であった。イエルクモイテンは2015年7月、ノルトベストファーレン州エッセンで開催された、党大会で62%の支持票を得て、党首の一人に選出された。2015年10月、 バーデンビュルテンベルク州ホルブアムネッカーで開催された州党大会で2016年に行われるバーデンビュルテンベルク州議会選挙において州首相候補に選出された。単著協著アウトレナンガベン、ウェブサイトでバーラックス、ピーター・ラング、オブジェルフェニ・ AM5、ジュリ2015、AB ・ギュンター・ロッホマン、JRG、ミューテン、ダイ・ウンバ・コンタ、マクト・デアーフド、ベルトで、デ、 31ディセンバー2 0 1五閲覧。アクセスデートイコールの日付が不正です。ハンスはランウェーバーダイカーチャンスチュアーイストアンベルサイトバーインチャールブルッカーサイトング22セプテンバー1994インタビューツアーキャンディデーチャー JR g ミューテンズオブジェルフェニ AM5 MRZ 2014インタビューツアーキャンディデーチャー JR g ミューテンズ オブジェルフェンエ m ム5ジュリ2015ハットアフドハットイーレバンドリステフュアダイユーロパール2014グルトオブジェルフェンエ m ム5 m r z 2014 VWL、プロフェッサーインアフドバンデスボースタンドグルトミューテンイストデアノイアンパトリーズセーテ SWR で、4ジュライ2015 2015年7月4日閲覧ベアリクトフォムアフド ランディスパルテタグインホープインデアシュトゥットガルトザイトゥングホーム24オクトーバー2015ありがとうございます